アラゴスです。今回ご紹介するおすすめのホテルは夕日です。と言いましても、このホテルインドのグルガオンという地域に存在するいくつかチェーン展開している日本風ホテルなので、なかなかに需要の低い動画となりますね。しかしまあ、これからインドへ観光や仕事で行くという方へ向けて、私から絶好の宿泊として強くご紹介したいと思っています。このホテルはデリーから車で30分ほど南へ降りたハリアナ州のグルガオンという地域に複数存在する日本風のホテルです。提供される食事は日本料理ですし、おトイレにウォシュレットもトイレットペーパーもちゃんとあります。洗濯物も毎日行ってくれます。歯ブラシやカミソリなどの基本的なアメニティもあります。ただし洗顔はありませんので気をつけてください。天然水は2リットルまで無料、それ以降は1リットル1本につき50ルピー必要です。 1.7 倍するので85円ですね。コンセントはどれも日本のプラグで刺せるようになっています。余談ですが、インドのトイレットペーパーは何とも言えない刺激的な匂いがしますが、人体に害はないので安心してください。宿泊2ヶ月目の私が証明です。地下に食事をする場所がありますが、内線でルームサービスで朝食から夕飯までお部屋まで持ってきてくれるサービスがありますので、そちらがおすすめです。また朝食は無料でかなりのボリュームがあります。朝はオンリーフルーツといえばフルーツだけ用意してくれるので、それもありです。宿泊費も1泊3000ルピーくらいなので、市内のお高い日本の宿泊施設よりもはるかに経費を抑えることができますので、その点もおすすめです。それでは良いインドライフを。